ステーション。それでも、第73回放送。収録風景を引き続きお送りします。出演、大原、誠、岡部、両音。ドルン！びっくりした、今。胃カメラ入りますって聞こえてこのタイミングでと思った。太郎さんどんどん幅広がってくるっていうか違う機材買えばいいのにって今ちょっと一瞬にして思ってマイクからカメラ、しかも胃カメラからかよと思って好奇心の幅が広がりすぎだろうとねえ、胃カメラね。あ、僕ね、はい、そろそろ人間ドックっていうか、健康診断っていうのを受けたいなと思ってて、うん、はいはいはい。あれって結構お金かかったりするんですかね。2、3万かかります。え、そんなに。人間ドックは2、3万かかります。いやー無理だー。個人で受けるとすごい高い。無理ぽー。そうそう、会社とかだったら少し安い。そうそうそう。へー、そうなんだ。そう、会社なのは安い。あ、じゃあアルファに入社して、負担してもらえばいいのか。お前そういう時だけ500回なってんじゃないよ。怒られた。すいません。だったらフリバティーダン会社にしたらいいじゃない。会社？ああ。会社か。おいら社長。財団法人フリバティーダンにしたらいいじゃない。財団法人。あらまあそう。うん。何する？何が？何する？何が？その会社で。その会社で？うん。どうせパンチラしいいじゃん。なんかパンチラグッズ作ればいいじゃん。パンチラグッズ、パンチラグッズ、例えば指に履かせるパンツとか開発すればいいんだよ。全然燃えないそんなの。でも商品的には売れるっぽいよ。なんで？なんかいいじゃんそういうシュール。あ、なんかカップラーメンをさ抑える人間のなんか、あー、棒人間みたいなやつね。そう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 、あるじゃん。はいはい、カップラーメンの重りになるやつでしょ。そうそうそう、そういうノリでしょ。そういうノリ、そういうノリ。あれだぜ、あれ色変わるんだぜ。じゃあパンツの色も変えればいいじゃん。あ、でもそれはちょっと考えてた。最初はピンクのリボンパンツなんだけど、うんうん、こう温まると島パン パンになる。おいーえーえー終わり。うちらバカ野郎だな。まあでも共通見解ですよね。みんなもきっと今島パンだなって思います。そうだよね。だってパンツって言ったらやっぱ島パンって来ない？それかいちごパンツとかさ、動物パンツでしょ。いや島パンは来るけどね、動物パンツは。あ、でも動物パンツといえばなんだっけ、空の落とし物、はいはいはい、でパンツが羽ばたいていくシーンがありましたね。俺あれ噂で聞いてたけど、漫画で初めて見たんですよ、そのシーン。はあはあはあ。すごいね。俺アニメで見たよ。動いてたパンツ。超動いてた。羽ばたいてた。羽ばたく前にジェット噴射で飛んでた。そうだそうだそうだ。シュゴーそう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 。すごいよね。いやあれすごいっすわ。はい、OK、それじゃあ会議やりましょう。はい。はい、タイトルコールからスタートです。はい。それでもパンツができて。ねえ。はい、まあ、間違いない。ねえ。それでも地球で生きている緊急会議。さて、大して変わり映えのしない第7クールですが、ここで一つ重大なお知らせがあります。あまりに重要すぎるので皆さんメモのご用意をお願いします。そして準備体操をお願いします。さらに深呼吸をお願いします。なおかつ人という字を手のひらに3回書いて飲んでください。あまり重要でない予感、わらわら。人という字は大きい人が
小さい人に寄りかかっている状態を表しています。飲み終わったら慎重な面持ちで早く言えよわらわら、何が起こるんだとつぶやいてください。つぶやきましたか？本当にですか？そうですか。では発表します。緊張しますね。スタートって言ったらスタートなんとそれでも地球で生きている通称デモ級は第7クールの最後にイベントを行うことが決定しました。イエーイ。どうも江頭さん、イベント、どうイベント、イベント来たこれ。あの江頭さん、イベント来た。前6行の説明いね必要だったんですかね。ついに来ました。聞いてないや。ついに来たでしょ。はい、ついに来たかなと思った人お手上げ。はい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 。おお、ありがとうございます。やったね。あ、どうもどうも。来た。そんなに喜んでいただいてありがとうございます。来た。来た。つまりあれです、イベントをやるってことです。ドーン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 です。はい、イベントやるってことですよね。そうです、そうですよね。ついに来ましたよ。あ、ついに。それでも地球で生きている、はい、イベントやります。おー、やりましたね。4年目にしてついに、イベント。うわもう電波の向こうからみんなが楽しみにしてるのがひしひしと伝わってくる。やばい、感じる。なんかジンジンする。顔浮かびますか。やばい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 っすか。やばい。ちょっとエクスタシーですか。これは立つ。立つ。そう、立ちましょう。立っていきましょう。これは廊下に立つ。立たされた。クールダウンしてこないとやばい。何言うか分かんない。もう SFX。 なんだよそれ。 SFX 一本出すと危ねえよ。危ねえ、アウトはい、ということでイベントですね。はい、ついにデモ級のイベントが開催と。そうです。もうしかもまだ何も決まってないんです。なのにこんなテンション高くて、俺もう決まったらどんだけテンション上がっちゃうんだろうと思って。もうはい、以上緊急会議でした。いや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 、待て。こっからこっからっす。あの、そのイベントでですね。はいはい。あの、どんなことをやっていこうかなと。どんなことを、はい、何でもやっちゃえばいいよ。終わっちゃった。脱ぐよ。終わっちゃったー。脱ぎますか。脱ぐよ。あ、そういう話をね、ちょっとここで企画会議をできたらいいなと思う。もう危険な発言とかいっぱいする。危ねえよ。まあ、イベントだからね、放送禁止用語とかないかもしれない。SFX! うるさいよ、だから一本出したら危ないっつってんの。はい。あ、じゃあ、企画会議していきましょう。はい、はい、ね、脱ぎますか。脱ぎます。なるほど、いいじゃないですか。あとあれです、あのみんなで泥系をしましょう。あ、いいね。はい、会場で。そうですね、泥と系決めて。そうですね、捕まえたっつって。そうそう、多分ライブハウスぐらいの広さになると思うんで。あ、みんなで。いいっすね。みんなでやりましょう。すごい速さで警察と泥棒が交換するっていう。狭いステップペースで多分何回か殴られる俺ら。だからね、放送してんじゃねえよ。どうぞ、ここにされるに違いない。あとみんなでバイオハザードごっこをします。あ、これちょっと一押しで、あの狭い空間でみんなでゾンビの真似して写真撮ったら結構いい写真が撮れるんじゃないか。あ、確かにいいかもしれないね。なので、リスナーの皆さんは今のうちに白目を向く練習をしてて。俺ちょっと一個やりたいのがあって、あのリアル鬼ごっこってあるじゃないですか。はいはい、なんか逃げて賞金がもらえるやつ。はいはい、でそれやりましょう。映画の方じゃなくて。え、映画の方。違う違う違う、バラエティの方で、はいはい、タレントさんたちが逃げまくって、はい、逃げ切れた人に賞金がもらえるって番組があったじゃない。あー、なんか逃走。あ、そう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 、はいはい、で、その賞金をアルファに出してもらいましょう。なるほど、いいですね。いいです。そうしましょう。そうしましょう。決定。そうしましょう。
アルファで胃カメラなんか買ってる場合じゃないんだよ。何のこっちゃって思ってる。そうですね。そうですね。あ、そう、逃走中だ、逃走中。逃走中。今ニコ生の方が、うんうん。なんかそういう企画をやりたいんですよ。うん、いいっすね。まあ、実際絶対できないですけどね。あ、アニメ作りましょうよ。アニメ、うん、作ってどうすんの。イベントで放映すんの。誰が作んの。え、鈴音作んの。すげえな。マコマコ。なんでだよ。作画マコ。演出マコ。なんで全部俺じゃねえか。なんで言い出しっぺは応援なんだよ。声俺。いいとこ取りじゃねえ。なんで声優として一文字とか全うしてんの。でゲスト俺。実際どれができんのこれ。ねえ。あ、でもやろうと思えば全部できる。あ、あとね、うん、これイベントまださ会場押さえてないじゃない。はいはい。だからデモ級と行く箱根ツアーとかでしょ。第三新東京ツアーですかみたいな、はいはいはい、みんなでエヴァまんじゅう買いに行きましょう。いいですね。なんかこの言う分には自由ですね。言う分には確かに、ね、実際どんな内容なのか全然見当つきませんけど、まあ、一太郎大監督と相談の上、うん、様々な企画を作っていく予定ですので。そうですね、ぜひお楽しみください。お楽しみください、ね、皆さんもこんなことやってみやがれという意見あったらぜひください、うん、決定した内容はですね随時番組内でご報告しますのでよろしくお願いします。ぜひ。それじゃあデモ級イベント一緒に盛り上がろうね。よっしゃい、よろしく。はい、今回一回も尺の中でやってない。そうだね。じゃあモノマネは1分。よし。よし、説明で終わる。疑惑好きの物件で100物語希望。いわくつきの物件で百物語希望。百物語希望。それただのデブキャラじゃん。しんちゃん、これ坊ちゃん？すごいおバカパワー。本当に似てないの。さ最近さ、はい、スピリチュアルっていうかパワースポットっていうのが流行ってるじゃない。はいはいはい。なんかそこに行くと元気もらえるみたいな、はいはいはい、それに代わってパンチラスポットっていうのをフューチャーしてみればいいんじゃない。危ない。そこに行くとパンチラが見れる。そう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 。え、じゃあそういうお店行った方がいい。パワースポットを破壊しに行く。一回もまだ風俗行ったことがないんだよね。行きたいな。行きたいな。行きたい。興味はあるけど。はい、それじゃあ次行きますよ。行きたいかっていう。おどろおどろしいというより戦場写真の渡辺っぽい。マコトのモノマネ王座略奪戦。進めろよ。私大原マコトが得意のモノマネを鍛え上げ、モノマネ番組への出演を目指すこのコーナー。リスナーの皆さんからモノマネのお題を募集し、毎放送ごとに披露、似てたらネタのレパートリーになります。前回は鈴音と二人でダブルガクトでガクブルガクブルしました。今回はどうなるのか。それではお手紙をご紹介したいと思います。イエーイ。デム級ネーム留年ジャックさん、神奈川県の方からいただきました。ありがとうございます。お、簡潔ですね。一太郎さんのモノマネを。ほう、モノマネ番組に出るって言ってるんだぞ。あれ得？伝わらねえ、わらわら。俺が得しねえ。なんで本人の真似モノマネすんだ俺。でもいただいたお手紙やるのが大原。それではいきます。今まで一番怖い。それでは王座略奪。はい、それじゃあはい、じゃあ音響チェックお願いします。あ、そうあ、それちょっと声大きすぎるんで。あ、よーです。では判定にしたろうさんでしたか。一太郎さんからもらいましょうか。では、一太郎さん。今回のもう一回やらせてください。今回のお題判定は失敗。
はい、ということでこのコーナーでは私誠のモノマネネタを募集します。どんなお題でも挑戦するぜ、ただしこうなる。できればあのモノマネ番組に出せそうです。お願いします。でも留年ジャックさん、冒険ネタをありがとう。みんな募集してるから待ってるぜ、モノマネ王に俺はなる。はい、 OK、 3分、あ、ごめんなさい、2分30。はい、 OK。はいはい、ラブ&チーズ、うん、新番組。あ、へえ、しまったじゃん。ビジュアル番組、じゃあ押しちゃダメだ。ビジュアル番組、うん、ビジュアルバンドの番組ができるやつ。じゃあうちらもビジュアル系にしよう。そうしよう。そうだ、そうしよう。ダイナルクールはビジュアル系にしよう。ビジュアル系にしよう。これ雷っすか、これ何、雷めっちゃゴロゴロ言ってる。ということで、このコーナーでかい雷。全然違う天気になっちゃう。うわ、どしゃぶりやんか。傘持ってきてない。なんで、いやー、すごくねえか。なんだよ、工事してんのかな。いやー、私誠のモノマネネタを募集します。バカにしてるね、ねねねねねすいません、ごめんなさい、して、ごめんなさい、して。あれ男の俺外に出てない。めんこめんこ。むかつく。むかじゅく。欲しいな、急な雨だな。中爺さんかな、間違いないでしょう。中爺さんかな、うん、考えられない。あれ、雨男の俺が外に出ていないって書いてる人がいるけど、これはもしかして。これはもしかして。まあ中爺なわけないじゃない。そうです。はい、じゃあ次エンディングいきます。はーい、エンディング。それでも地球で生きている第73回エンディングのお時間です。はい、はい、今外でめちゃくちゃ雷が鳴ってます。いくらこいた、もうついさっきまで僕らいい天気だねって、ビタミン E だねって言ってたんですよ。くだらね。そうですね、いきなり降ってますね。そしたらまあすごい、そんな第一発目ですよ、第7球。下手くそな引っ張りやな。だから言ったじゃないですか、前回の、はい、前回の放送の岡部君への通信簿で番組進行能力の評価1だって。上げてください、第7クールでせめて評価3まで持ってってほしい。頑張ります、はい、ちょっと勉強しておきます。ということで始まりましたね、第7クール、はい、ついに、はい、第7クール最後にはイベント予定してますので、うん、それに向けての、企画もできたらいいなと思ってます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします ね、今回こそはどの、コーナーも分数を収めるっていうのも目標にしようね、うん、3年やって未だに1回もちゃんと収められたことないからね。俺はね、頑張ろうね。そうだね、はい、よろしくお願いします。皆さんもぜひ飽きずに聞いていただければなと思います、はい、よろしくお願いします。これからどんどん楽しくなっていくんでね。そうですね、ぜひ聞いてってください。はい、みんなイベントにも来てね。おしにゃー。はい、ということで、めちゃくちゃ雷やってんだ、おい、すごい、マイク拾うぞ、おへそ隠して、はい、隠しつつ、ということで、番組では皆さんのメールを、大募集しております。誠のモノマネ王座略奪戦では、僕が挑戦するモノマネのお題を募集しております。受からないとでは、資格合格への応援メールやご相談のメールを、はい、番組へのご感想、ご意見など、すべてのお便りはアルファのホームページ内投稿フォームに送るか、パーソナリティへ直接言いに来てください。お便りお待ちしてます。鈴音くん、告知があるっていう、はい、聞いてますけど、皆さん、まもなくゴールデンウィークですね。おお、ゴールデンウィークですね。ガンダムウィングですね。違います。ゴールデンウィークですね。ガンダムウィング。もうほら、内容が伝わらないでしょ。コミュニケーション、プンプン。お前を殺す。ちょっとやめて、なになに。ということで、僕が遊んだら楽しいなと思うところを教えてください。ゴールデンウィークに、すごい雨。ゴロ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 、めちゃくちゃ雷になってる。僕の話聞いてた。聞いてました。鈴音、お願いがあるんだけど。何何、ちょっと鉄の棒を持って平原に立ってた。それ生き耐えろってことですか。
うなずいてらっしゃる。死んじまうぞ。何それ、何、自分が行きたいとこを増やしたいから教えてくれみたいな感じ。そう、なんだよそれ。個人的すぎるよ。お前はほんと人の役に立たない人間だな。でもそれで行ってさ、その良さをみんなに還元できるじゃない。あ、なるほどね。こんなに良かったよって。え、じゃあ例えば夜景とか。あ、いいじゃないですか。夜景鑑賞してらしく、おいいこと言う。だったらゴールデンウィーク中に行ってみたいい夜景を教えてくださいとかさ、紹介しますとかって言えばいいじゃん。なんでその私利私欲に走るんだよ。だって僕人間だもの。うるせえよ、うるせえよ。哲学的に言えば許されると思ってんじゃねえよ。お前告知の時間これだよお前。もったいねえな時間。ということで、皆さんの貴重な人生という時間をこんなことに使っていかんよ。そうかな。そうだよ。ありがとうございます、お時間いただきました。じゃあこんな情けないね岡部鈴音くんのためにもいい夜景を教えてあげてください。ぜひお願いします。はい、では次回放送予定は5月17日ですので お聞き逃しなく。ぽいな。はい、それでは今回はここまで。お相手は大原誠と岡部鈴音でした。それでは次回に向かって発進。ライト地の元の提供でお送りします。ズル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 。ねえ。はい。すいません。ライデイン。セフィロス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 。セス。だめだ。本当。監督に怒られた。本当に。ゼフィランサス。ん？ゼフィランサス。ゼフィランサス？ゼフィランサス。何それ？GP01。わかんないだろ。わかんない。わかんないだろ。今ニコ生聞いてる人は何人かわかってるよ。ガンダム。お、よくわかったね。マコが息をよと喋るのはガンダムぐらい。0083。ほら、0083って。さすがです。スターダストメモリー。おー、闇。スズネのミドルネームがアレックスなんですよ、本当に。それしかガンダム見たことがない。あ、すごい。スターダストメモリーだけ見たことある。スズネがアレックスなんですよ。でガンダムにアレックスっていうガンダムがいて、すごいジェラシーなんです。それしかもそれに乗ってんのが林原めぐみさんですね。はい、クリスティーナ・マッケンジー役。いや、たまらんすね。いいな、うらやましいな。一緒イエー。ちなみにさ、俺一つ思ったんだけど、うん、何風俗に行きたいって言ってたじゃない。はいはい。でクレーンゲームで5000円と3000円使って8000円使ったって言ってたじゃん。そうだね。もうちょっと足せばいけるんじゃないの。アレックスっていうアダルトメーカーあるじゃない。どっちがいい？え、でもあのユイニャンは欲しいな。 UFO キャッチャーで撮りたいタイプだ。できればね。マンダラケとかじゃなくて、うん、気持ちはわかる、うん、俺も家庭用ゲームよりもゲームセンターでやりたい。あ、ロボットゲームとか。はい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 。あのボーダーブレイクとか、ね、はい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 、ボーダーブレイクとか戦場の絆とか、うん、最近カードビルダーが面白そうでさ。お、ガンダムカードビルダー。あのゲームセンターにあるガンダムのカードゲーム型対戦ゲームがあるんですよ。それがやりたくてしょうがないです今。ゲームセンター大好きなんで僕。僕もゲームセンターでお金使っちゃうタイプなんで。僕ら浪費家だよね。あの、ぶっちゃけお金使うのが楽しくない。それはある、うん、それはある。家庭用ゲームじゃねえ、ダメなんだよ。そうなんです、あるんですね、アダルトビデオメーカーでね。でも今2000年返してやるよ、ね、わら。ティガレックス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 。ちなみに今ニコ生お聞きの方でモンスターハンターやってらっしゃる方いますか？午後1時です。はーい。あ、俺やってる。そうだよね。うん。さっきまで一緒にやってたもんね。うん、やってた。P2G で引退した。ボールボックス倒した。あ、そっかー、セカンド G かー。なるほど。でも気持ちはわかります。僕もセカンド G でやめようと思ってました。もう絶対踏み入れないと思っていたら
こやつが買っちゃった。ちなみにニコロマの方、おすすめのゲームってありますか？僕はスーパーロボット対戦なんですけど。僕ピアキャロット。本当にパンチラとロボットから離れない。かまいたちの夜。ああ、かまいたちの夜、怖いやつでしょ？スーパーファミコン時代ですかね。俺怖いのダメなんだよ。バイオハザードもやれないじゃん。ゾンビゲームは大丈夫。あ、そうなんだ。あれはだってほら、話が怖いっていうタイプじゃない。携帯アプリであるよ。うん。あれは本当にゲームじゃん。あ、携帯アプリでやるんだ、すごい。いやー、俺だからさっきいわくつきの場所で百物語って書いてあって平気な顔してたけど、実は結構嫌で。怖いよね。百物語は本当に出ると思うんだよね。百物語ってあれだよね、なんか怖い話を100個するんだよね。そうで、ろうそくを100本用意して一つの話が終わるごとに吹き消していくの。え、それでさ、話し切るとどうなの？何かが起こるって言われて。あ、何かが起きるんだ。そう、話し切ったら。ただ一説にはそのろうそくを怖い話をすると霊が寄ってくるんだって。でろうそくを消すことで霊が降りてくるっていう、その一種の降霊術の流れがあるらしいね、百物語に。消した瞬間に霊の顔が映る。そうなんだ。うわー、超怖い。うわー、絶対やだ、絶対やだ、絶対やんね。もうほんと怖い、こういうの。だってデモ級でさ、階段企画やった時にちょっと空気やばかったもんね。だっけ、空気でなんかろうそくが揺れたりとかしたじゃん。だっけ。そうだよ。そっか。こ怖いんでしょ。怖い。僕怖いのダメです。なんだっけ、そうがこうすごい怖いって聞いて。あ、ね、まあでもあれお化けではないからね。そうだね。な、猟奇的な怖さ。そうだね。ああ、ただそのなんつうの、殺され方がね怖いんですよ。へえ、そうなんだ。パンチラはないですね。ないんだ、珍しい。収録時にロウソク立てて終わったら吹き消す。例えばさ、さ、すずね、パンチラが好きなんでしょ、うん、例えばバイオハザードのゾンビが全員パンツをスカート履いてて、銃で撃たれた時にチラッて見たら燃えるの？燃えない。なんで？逃げてる人がパンチラするのは燃える。でゾンビが逃げてたら燃える。うん、なんで？ゾンビが逃げてたら、ゾンビがやっべっつって逃げてる時に、はいはい、バーンって後ろから撃っちゃったとするじゃん、はいはい、ちょっとなんかエグいけどそれ、はい、で倒れた瞬間ファサ。あー、全然燃えないです。なんで？あのさ、うん、なんだっけ、え、今の話題終わり？終わり。違う、それとちょっと付随した話なんだけど。あ、付随した、はいはい、どうぞ。なんだっけ、あ、漫画だ。戦って服が脱げれば脱げるほど強くなるっていう漫画があるんですよ。裸剣とかそういうことでしょ。そう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 、それだからさ、バイオハザードでもさ、例えば、はい、あれライフあるじゃないですか、はいはい、元気、ちょっと元気、危険みたいなのあるじゃないですか、はいはい、ちょっとずつなんか服も変わるっていう。危険になると服もかなりビリビリになっちゃっ て回復すると服も戻る。エロスハザードみたいな。エロスハザード、エロ警報みたいな。別にバイオハザードじゃなくていいじゃんそれ。そっか。じゃあなんかどうやったらバイオハザードがより面白くなるかを考えようぜ。おっと、やばい、そろそろ1分。ああ、残り1分。ああ、ああ、じゃあ最後、皆さん良いゴールデンウィークを。あ、そうですよ、もうゴールデンウィークに差し掛かって。ご視聴ありがとうございました。皆さん、もしなんかゴールデンウィークどこどこ出かけたっていうのがあったらぜひ教えてください。そのゴールデンウィークが1日終わるごとに最後にネットで岡部すずの声優奮闘記って検索して寝てください。おつおつ、岡部くんのブログらしいです、はい、こいつはデモ級のブログを1回も更新せずにそっちばっかり更新してるんで、もう見なくていいです。同じ内容でよければ更新します、はい、じゃあ皆さん、またお会いしましょう。 Try to the next stage. バイバーイ。アルファ。